また PS4 や Switch から PC に移行したら全体的な、あ、読んだここ。Hello, what's up guys? My name is LiaqN. Welcome to my video. 今回の動画は皆さんとても気になる FPS の違いについての解説動画です。以前にも似たような動画を上げたことがあるんですが、その時よりはさらにわかりやすい動画を作ってみました。最近のフォートナイトはサーバーを総合にして、自分のプレイしている機種関係なくみんな同じ試合に飛ばされますが、それがどれだけ不公平か少しは理解できるようになると思います。僕はもともと PS4 でプレイしていて、今年の2月頃に PC に移行しましたが、初めて PC でプレイした時は、滑らかさと動きやすさにとてもびっくりしました。まあその時の感覚で言うと、おじいちゃんの体からいきなりスーパーサイヤ人に進化した気分でした。そこでこれらの機種での一番の違いはどれだけ FPS を出せるかです。FPS とは1秒間に連続で何枚の映像を映せるかの数値で、例えるならパラパラ漫画みたいな感じです。パラパラ漫画を作ったり見たことある人ならわかると思いますが、一枚一枚の動作をどれぐらい細かく描くかによって、全体で見た時の動作の滑らかさが変わってきます。FPS はこの仕組みと似てて、この数値が高ければ高い方がゲームが滑らかに動くようになります。他にも入力遅延が減ったりなどの要素もありますが、今回は FPS だけを見ていきたいと思います。まず最初に僕は普段 240fps でプレイしてますが、YouTube は 60fps までしか映せないので、今回の動画は同じクリップを 10fps、30fps、60fps で映すので見てください。このクリップでわかると思いますが、10fps よりも 60fps の方がだいぶ滑らかに見えます。本当は 144fps や 240fps も見せたいですが、YouTube はこれに対応してないのが残念です。そして映像で滑らかさの違いが見えたと思いますが、144以上の FPS は実際に体験しないとわからない凄さがあります。これは様々なプロや配信者も言ってることですが、本当に想像を超えてます。また僕もそうだったんですが、 PS4 や Switch で最初プレイしている時は 30fps でも 60fps でもこれ以上滑らかにプレイするのが想像できないと思います。本当に気になる方は一度 e スポーツカフェなどに行って 144fps 以上出せる PC でプレイしてみることをおすすめします。また PS4 や Switch から PC に移行したら全体的な滑らかさが上がって、今まで習得してきた技術がさらに簡単にできるようになります。例えば縦積みだったり床屋根編集だったり、あとは編集してからのエイムなどがスムーズにできるようになります。あと実際のところ144以上の FPS だったら滑らかさはそんなに変わりません。そして一番滑らかにプレイするには安定して同じ FPS を出す必要があります。つまり 144fps をギリギリ出せる PC はちょっとした動作とかで 100fps ぐらいまで下がったり、また 144fps に上がったりと安定しないので滑らかにプレイすることができません。なので自分の PC が出せる MAXFPS でプレイするのではなく、少し余裕がある程度の FPS でプレイすることをお勧めします。今回の動画は FPS の違いを皆さんになるべくわかりやすく解説する動画でした。少しでも参考になったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、エピックが早く総合サーバーをなくして機種ごとに分けるのを待ってます。皆さんはどの機種でフォートナイトをプレイしてますか？よかったらコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。